DHC-4 カリブーオーストラリア空軍の DHC-4A デハビランドカナダ DHC-4 カリブーはカナダのデハビランドカナダ社が開発したエストール輸送機。相性のカリブーとはトナカイのことである。カナダ国防軍での故障は CC-108。本機は貨物なら3.1トン。 平員なら32メートルという搭載量を持ちながら400メートル以内の距離で離着陸が可能であり、250メートルの前線滑走路で運用した例もある。逆ガル形式の主翼には、その全翼服にわたってダブルスロッテッドフラップが配置され、外側はエルロンとしても機能するようになっていた。胴体には、区形断面の貨物室と後部ローディングランプを備え、 高翼配置の主翼とビ部を高く上げたデザイン、そして低い床によって積み込みが容易になるよう配慮されており、軽車両等の自走搭載も可能だった。ただし、登場当時としては速度性能に難があり、ヘリコプターより遅いと評されるほどだった。また、全転候性能も欠いていた。DC-3 の搭載量と、 DHC-2 ビーバーや DHC-3 オッターのエストール能力を合わせ持つ機体として1956年に開発が決定した。この計画はカナダ国防軍及びアメリカ陸軍の注目するところとなり、カナダから2機、アメリカから5機の試作発注を受ける形で開発が進められ、試作機は1958年7月30日に、 初飛行を行った。そして、カナダでは CC-108、アメリカでは AC-1 の名称で採用され、配備が進められた。なお、生産24号機以降は、最大離陸重量が増加した DHC-4A に生産が移行している。その性能は、海外でも高く評価され、世界中の空軍のみならず民間でも広く、採用された。 生産は1973年まで続けられ、総生産数は307機。カナダでは、後継機の DHC-5 バッファローに置き換えられ、他の多くの運用国でも1980年代には、次第に退役していったが、その卓越した、エストール性能からオーストラリアなど一部の国では2000年代に、入っても、しばらく現役にあった。 C-7A アメリカ陸軍は試作発注した機体による評価試験の末 AC-1 の名称で DHC-4 を採用した AC というのは空軍独立後三軍名称統一前の時期にアメリカ陸軍が航空機につけた記号で固定翼輸送機を示す AC-1 は当時の空軍と陸軍の固定翼機の大きさに関する 協定を大きく逸脱しており、論議を呼んだが、制限を撤廃することで陸軍の装備、運用が認められた。AC-1 は56機生産され、その後、第二次生産分の AC-1A に移行した。AC-1 は、その後すべて AC-1A 規格に回収されている。AC-1。 AC-1A は1962年の3、軍の航空機名称統一の際に C v、CV-2A、B と解消した。そのまま、陸軍と空軍の管轄問題は論議され続け、近距離では同等の輸送力を持つ CH-47 の登場により1966年になって、ようやく固定翼戦術輸送機は、空軍ということで決着し、 1967年1月に CV-2A、B は空軍に移管されて C-7A、B となった。C-7 はヘリコプターの大型化がまだ進んでいない時期にあって極めて有用な前線輸送機であり、カナダ軍やオーストラリア軍の DHC-4 と共にベトナム戦争で多用された。1963年時点で C-123 が南ベトナムにある全滑走路中11%しか使用できなかったのに対しこちらはその77%で発着できたことがその有用性を証明している戦後は空軍予備役軍団や空軍集兵に移管され C-130 に更新される1980年代まで運用されたインド空軍などにも援助として 少数が引き渡されている。また、北、ベトナムによって露覚された C-7 が1970年代の終わりまで、同国内で使用されていた。ミシュガン州環境研究所の DHC-4。ありがとうございます。